4番4번등잔밑이어둡다등잔밑이어둡다등잔これはライト、灯火の日というのはそこ、下。灯台元暮らし、おどったは暗い。灯台元暮らしの言葉ですね。おぼのん、くるもぼあや、せいさんがあんだ。くるもぼあや、せいさんがあんだ。くんたというのは植えるという。おなご飯を食べない、くんた。くるもつごった、植え地した。くるもぼあや、植えてみてこそ、腹ペコになってこそ、物が食べられなくなってこそ、生産。世の上と書いて、世の中。世の中のことが、あれだ、あんだ、わかる。植えてみてこそ、この世がわかる。苦労してみてこそ、この世の中のことが、いろいろわかってくるということわざですね。6番、6番は、살면고향。살면고향。살다、住む、生きる、暮らす。住めば、ふるさと。住めば、都と日本語では言いますが、韓国語は、住めば、ふるさと。ふるさとが非常に大事なんです、韓国では。住めば、ふるさとだ。都だということです。日本は住めば、都。韓国は、住めば、故郷。7番、설마。설마가사람을죽인다설마마사가今回のバイロスコロナバイロスこれもまさかの出来事です誰もが予期できなかったことですが사람을죽인다人を殺すたくさんの人が今亡くなってますまさかだからまさかが全て常にいつも起こっているわけですねだからまさかと言ったらダメなんですまさかがあり得ると思って生きていくべきだと思いますね。